皆さん、こんにちは。10月8日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。10月8日に誕生する方々にとっての誕生花は、襲名菊となります。襲名菊は秋の風物詩として、多くの方々に親しまれている花です。それでは、襲名菊の魅力や特徴について、一緒に探求していきましょう。襲名菊の名前は、その姿が秋に咲く白い菊に似ていることから名付けられました。しかし、実は菊科には属さず、アスター科に分類される植物です。その花言葉は隠れた才能。控えめな美しさの中に、独自の魅力や価値を秘めていることを示しています。原産地は北アメリカとされており、特にアメリカの東部やカナダの一部地域に自生しています。日本には明治時代に伝わり、以来日本の庭園や公園で、その美しい姿を楽しむことができます。襲名菊の花は一般的に白色が主流で、その中心部は黄色いことが特徴です。また、襲名菊は比較的育てやすく、日当たりと水はけの良い土を好む性質があります。秋の庭を華やかに彩る襲名菊は他の植物との組み合わせや一角に集めて植えることで、その魅力を最大限に引き出すことができます。また、襲名菊は蝶や蜂などの昆虫を引き寄せることで知られています。このため、自然環境の中では、昆虫たちとの共生関係を築きながら、生態系の一部として、重要な役割を果たしています。私たちの日常において、襲名菊は、その控えめながらも、魅力的な姿で、私たちを癒し、季節の移ろいを感じさせてくれます。また、襲名菊の花言葉隠れた才能は、私たち一人一人が持つ、独自の価値や魅力を大切にし、それを最大限に生かして生きていくことの大切さを教えてくれるのではないでしょうか。最後に、このような自然の恵みに感謝し、日々の中でそれを大切に感じていきたいと思います。そして皆様にも、襲名菊との触れ合いを通じて多くの喜びや発見がありますように。最後までご覧いただきありがとうございました。動画制作の励みになりますので、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆様にとって今日が素敵な一日になりますようにお祈りいたします。